はい、どうも松原です。今日は、レポートの中に画像を挿入する方法について解説します。レポートを、作る際に、使うソフトがマイクロソフトワードですとかオープンオフィスのワードですね、っていうソフトを使うんですけども、大体ね、操作は一緒なので、こちらを見ておいていただけたらと思います。まずは、挿入したい箇所をクリックしていただいて、このようにね、黒いカーソルが点滅している状態にしてください。こちらを左上として、四角くね、図が挿入されることになるんですけども、こちらを点滅させた状態で挿入とやってください。次に、図を選んでいただくと、あなたのね、パソコンの中に、入っているファイルを探すようなね、ウィンドウが出てきますのでね、皆さんが挿入したい図をね、選んでいただいて挿入とやっていただくとね、このレポートの文書中にこのように図が挿入することができます。簡単ですのでね、ぜひ一度やってみていただけたらすぐにコツがつかめると思いますので、こちらの動画を参考にしていただけたらと思います。では今日は、レポートの文書中に画像を挿入する方法の解説をしました。ありがとうございました。